皆さんこんにちは、ダキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま道の駅伊豆ゲートウェイ観波の中にありますグリーングリル季節さんの前に来ております。それでは早速中へ入っていくことにしましょう。店内に入るやいねやカウンター席に通されることに。さてお目当てのカンナミカルボナーラは、こちらの青春トマボナーラ一つ。はい、いただきます。これが青春トマボナーラ。まずはサラダからいくことに。サラダはもちろんトマト入り。当然ながらシャキシャキでうまい。スープも言っておきましょう。これはコンソメスープですね。さてここからが本題の青春トマボナーラ。カンナミカルボナーラをベースにトマトを加えたとのこと。ちなみにカンナミカルボナーラはカンナミ町の地場産品を使ったカルボナーラです。確かにこれはうまい。クリームソースに丹那牛乳が使われてるだけのことはあります。言うまでもなくこの後食べ進めていきます。正直フランスパンを切ったものでも添えてくれたらありがたいのですが、そう思えるクリームソースでした。ごちそうさまでした。カンナミといえばカンナミカルボナーラということで、まあ、正直どこに入るかこれは迷いました。そうそう、ここの青春トマボナーラなんですけども、まあ、カルボナーラ自体の味もよく、まあ、それに加えて、まあ、トマトもなかなかのもんでした。それではご視聴のほどありがとうございました。ご意見ご感想等ございましたらコメント欄にてお願い申し上げます。またお気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。